Hey, hello, everyone. I'm Mao. こんにちは、霊界大師Mao です。あ、昨日ツイッターで書いた通り、釣りしに来ました。で、今日の釣果はこちら。じゃじゃん。ああ、ふくふくしてる。イワナ5匹と、ウグイ。いや、最初これ、まあ札幌に、まあ流れてるあの豊平川の最上流、国道からもう 2,3 時間歩いてやっとここに来て、まあ釣りしてるんですけど、最初なんかよくわかんないけどウグイしか釣れなくて、なんだここはと思って、こんなヤマメイワナゾーンでウグイしか釣れないってどうなってんだと思ったっけ。まあヤマメはなぜかいないんだけど、イワナは釣れましたね。まあそれはこんな感じで、釣ってわあ、ちょっとねスプーンではね全然釣れなくて、スプーンっていうかそのルアーにミミズくんを使っちゃいましたね。これルアー、いや、まあそれだったら花から餌釣りにすればよかったんですけど、餌釣りの仕掛けなんか車にその時に限って忘れてきちゃって、でもう仕方ないから、最初まあこういう軽装なんで、でかいニジマスとかもちょっと狙って大きいスピナーとかも使ってたんですけど、まあできるだけ一番ちっちゃいスプーン、できるだけ一番ちっちゃいスプーンで、なんだこのなんか糸ミミズみたいなつけて投げたら、結構いい感じで魚寄って食べるようになりましたね。なんか最上流のウグイはなんか美味しいって聞いたことあるんで、まあ、ちょっと食べてみようと思います。まあ、加工のウグイとかだったら、丸太ウグイとかだったら酢味噌和えとかの刺身で食べたことあるんだけど、皮は食べたことないんですよね。でも骨切りして食べると、まあ、そんなに皮の方は、まあ、加工の方のウグイよりは臭みがないということなので、まあ、せっかくなんで食べてみようと思います。それではまたツイッターか YouTube かブログか何かでお会いいたしましょう。じゃあ、グッバイ。